さんこんにちは。アタワのフェートーク、アイリッシュフルートについてお話しするシリーズ、今回はキー付きアイリッシュフルートについてお話をします。さて、このアイリッシュフルートのキーですが、通常は半音階を演奏するためにつけますよね。例えばミーからファシャープに行くときに、このキーをつけることによってファナチュラルを演奏できます。このように半音階を簡単に演奏するためにキーをつけるのですが、キーには実はもう一つ重要な役割があります。それは音程を補正するという役割なんです。例えば通常アイリッシュフルートの F シャープの音はあるべき音程よりも若干低くなってしまいます。これはアイリッシュフルートの設計上どうしても避けられない問題なんですね。そのちょっと低い F シャープの音を F ナチュラルのキーを押すことによって少し上げることができます。同じように全部開放したドシャープの音というのはアイリッシュフルートではどうしてもちょっと低めになってしまいます。そのドシャープの音もドナチュラルのキーを押すことによって若干上げて正しい音程にすることができます。この運指法は実は19世紀のアイリッシュフルート、当時のフルートの教本にも書かれていまして、ファシャープの時にはファナチュラルのキーを、ドシャープの時にはドナチュラルのキーを押すように書かれています。というふうに、どうしてもちょっと低くなりがちな音というのをこのキーを押すことによって音程を補正するということができます。ただしアイルランド音楽はダンス曲を演奏するときにとっても指使いが早いので、いちいちファシャープの時にファナチュラルのキーを押すとか、ドシャープの時にドナチュラルのキーを押すというのはなかなか現実的には難しいものがあります。ですのでゆっくりな曲を演奏するときにキーで音程を補正し、速い曲を吹くときにはキーを使わない運指で演奏しても、全く気づかれないと思いますので、このように運指を使い分けることができます。ということで今回はアイリッシュフルートのキーのもう一つの役割についてお話をしました。それではまた次回。この番組ではティンホイズルやアイリッシュフルート、バグパイプといった楽器についてたくさんのお話をしていきますので、次の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。